金ヶ崎にある天心寺ではこのほどカンボジアの子どもたちに手作りの遊び道具をプレゼントしようと布を使って人形やボールの型を作る催しが開かれ多くの市民が参加しました。みんなで布直勤と題されたこの催しは貧しい環境の中たくましく生きるカンボジアの子どもたちに遊具を通じて少しでも楽しい時間を過ごしてもらおうと NPO 法人幼い難民を考える会が全国各地で行っているものです。松戸市では金ヶ崎にある天心寺がこの催しの目的に賛同し去年から会場を提供するなど協力を行っています。この日は地元の皆さんおよそ30人が参加し布を切り取り人形やボールの型を作っていきました。カンボジアでは子どもたちのための遊具が少なく人形やボールで遊んだことのない子どもたちがたくさんいるといいます。中には慣れない手つきでハサミを使う人たちもいましたが皆さんカンボジアの子どもたちのことを思い一つ一つ丁寧に作業を行っていきました。なお今回使われた布は参加した皆さんがいらなくなった服などを持ち寄ったもの。まさに愛情いっぱいの手作りのプレゼントがカンボジアの子どもたちに贈れるとあって皆さんも大満足の様子でした。少しでもねお役に立てば私らのこういう残り切れでね向こうの子どもたちがそれを楽しみにしてると思うと楽しいですよ。私大好きな縫い物が、はい、皆さんと輪がねこれだけ広がることはいいことですものね。少しでもお役に立つからいいなと思うんだけど可愛いしね今ビデオ見てもねあの子たちにね喜んでもらえるといいですけど、カンボジアで今一番問題になっているのが都市の貧しい地域に住むスラムに住んでいる子どもたちのことなんですね。で食べるものもない家も十分でないでもちろん教育を受けることもできないでいる子どもたちが少しでも、人間らしい環境で、ね育っていかれるようなあの仕事を続けていきたいなと思います。今回作った人形やボールの型は10月にカンボジアに届けられ現地の方によってこのような人形やボールに仕上げられるということです。主催している NPO 法人幼い難民を考える会ではこうすることにより現地の現金収入の機会も増え日本とカンボジアの輪が広がるといいます。みんなで布直勤、今回参加した皆さんにとっても身近でボランティア活動に触れるいい機会となったのではないでしょうか。